どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイト2やっていきたいと思います。で、今回もメインストーリーの、シーズン2ベリーハード、2章の銀閣に挑戦してみたいと思います。ペットは、もうこの辺強いんで、もうバリバリ強いペットをお借りしていきたいと思います。じゃあ、それでは、スタートしまーす。開幕がちょっと、避けれないんだよな、なんか。ここがダメージ食らっちゃうんだよね。やばい。ここでもうなんかやられそうになっちゃう。最初の序盤でやられそうになっちゃう。ペット使います。イリンも撃っとこう、もう。さ、そろそろ、来るかな？そろそろ来るぞ。これが来たら、あ、これ入ってなかったかな？ 3 回来るんで、左右に3回、左右というか、で、ルディさんだけちょっと離らかして、味方が攻撃を食らわないようにしないといけない。ただなんか引き寄せみたいなのもあるんで、ああ、味方が食らっちゃった。危ないぞ。そろそろ、これが来る。で、集合オンして、次は上下ですな。上に行った次、OK で、ルディさんだけずらして、ちょっとうまい感じで避けたいんだけど、なかなかこれ避けれないな。余計出んのかな、これ。さ、そろそろ来るか。来た。じゃあ、集合音して。あっと、ルディが落ちた。マジか。ただ、復活が残ってる、まだ。で、ルディさんだけずらす。危なかったっていうか、やられてんだけど。やばい。ルディさん頑張って。そろそろ来るか。さあ来た。これ入ってるかもしんない。あー、ちょっと待って、コセットが入ってる。危ない。さあ次早いんで。さあまたルディさんだけずらす。残り 28%。ちょっとルディさん頑張ってほしいな。危ないぞ。味方が巻き込まれるとまずいぞ。さあ、残り 18%、もうちょい。そろそろ来るか。さあ、来た。集合しといて、裏に回す。で、また裏に回して、で、ルディだけずらす。残り 10%、9%、6%、いけるぞ。いける。残り 5%! 残り 4%! いける！あーっと、ルディ押した！ペット使います！残り 1%! もうゴリ押しで頑張って！もうゴリ押しで、オッケー！いけた！よし！いけたぞ！あー、スキップしますね。うーわ、いけたー。何回行きましたかね？ 15 回ぐらいですかね、多分。というわけで無事、1段階目ですね、これ。もう1回出てくるんで、倒すことができました。よかったです。じゃあ引き続き、ベリーハードの方進めていきたいと思います。じゃあ、恒例のカルマガチャですね。1回しか引かないんですけど、回したいと思います。ただ動画外でもちょろっと回してますね。じゃあお願いします。1回だけ頼むよ。いや、3回ぐらい回そうかな、今日。3回ぐらい回すか。ポロッと頼むよ。ポロッと。おっせえかー。遅いけど、こっから昇格があるかもしれない。昇格を信じて。ない、スキップ。さあ、信じる者は救われる。あと2回行こうか。おいで。いやー、遅いなー、これ。あきろー。
昇格ないかースキップアイリーン、じゃあラスト、これでラストにしよう。1日3回だろう。えいっけいけいけ、浅い。まあ次狙うにしても天井、どうせ天井なんで昇格ない、天井なんで回しといてもまあ問題ないでしょう。というわけで、出なかったっすね。うん。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。